はい、どうも、こんにちは。今回またデトロイト・ビカム・ヒューマン続きやっていこうかなと思います。で、前回は、まずカーラが、アリスの可愛いとこ見れた。で、コナーとハンクの関係に進展があった。で、今やってるように、このマーカスが、もうすごい大犯罪を犯してるわ。大犯罪であれば、救世主と言われれば救世主なんだけど、とりあえずなんか今すごいとこに来てるわ。次やっていこうか。音楽やばいんだよな。うわー怖っ。うわー、めっちゃ触れてるんだもん。めっちゃ触れてるもんだって今。めっちゃ今コントローラーブルブルしてるもん。てか、あ、最上階って、今度屋上まで行くのかな。まあでも寒さはでも耐えられるからね。我々アンドロイドは。バレないんじゃないでも本当に。多分窓掃除してるのも多分ロボットだもんね、今。多分。うわー、来た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 。あ、コントローラーの揺れがやんだ。え、怖いって。強引。あなた強引ね。あなただいぶ強引じゃない？あなただいぶ強引じゃないかな。あなた、だいぶ強引じゃない？これ。バレるしこれ。え、パリンっていくじゃんこれ。ってなるよね。人いないの。平気か？当然でしょ。さあ、合流しよう。業務用エレベーターを呼ぶ。ああ、なんか、すご。ここでセーブするんやったらここまでやればよかったな。なんか、待ったよ。なにこれ。ああ、これ呼ぶか。こっち何？何これ？開ける？怖い怖い怖い。開けるって怖いよ。開ける？とりあえず呼ぼう。とりあえず呼ぼう。じゃあ、怖いもん開けるって。お、来たねー。やっぱこの4人なんだよな。みんながちゃんと仕事してるみんもないいな。ん。扉破る。じゃあ行こうぜみんな。行くぞみんな。何これ、ハッキング？何これ、どういうこと？どういうこと？わ、すご。気をつけろよ。気引き締めていけよ、お前ら。危ないことやってるからな、今、俺ら。捕まるどころの騒ぎじゃないぞ、これ、やられたら。正直。一人、二人ともなんか格好大丈夫？ガードを気絶させ生きてる。いいか、殺しだけは避けるんだ。目的のためなら二人くらい構わない。マーカス、どうする？いや、俺はあんまり騙すでいこう。騙すでいこう。あんま良くないよ。あいつ何してんだ？こんにちは。僕はアンドロイド。おい、お前、迷子にでもなったのか？ここで銃を何抜く。してる？どうせ故障してんじゃねえのか？おい、言葉り。おい、何してる？命令する。気絶じゃないよ。気絶じゃないけどいいの？と強そう、二人とも。あ、これなんかハッキングするのかな。ハッキングってあれ。電気電気。強っ。お前強いな。あー、なるほど。放送だけすんだ。放送局を目指す。みんなちょっと片付けて、早く。片付けて、みんな、行くよ。みんな気をつけてね。行くよ、今から。みんな、作戦のこと分かってる？行くよ、みんな。気をつけて。引き締めていくよ。ブロードキャスト書いてるね。みんな気をつけろよ、みんな。おい、来てるか、おい。来てな。来てな。切り離すな、急にここで。
え、あ、これか。あ、来た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 。怖っ。見えるように手を上げて。立って、ほら。怖い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 。オペレーターに毒に命令する。オペレーターどこ、オペレーター、オペレーターどこ、オペレーター。おい、お前か、おい。アンドロイドじゃない、こいつも。撃って、マーカス。やめろ。通報されるのよ、撃って。ダメだ、撃つな。撃つ。いや、これは撃つよ。仕方ないでしょ。いや、これは撃つ。いや、そうだもん、だって俺捕まるもん、捕まるもんね。撃つよ、そりゃ。メッセージを録画しよう。あまり時間がない。女子、女子、女子、女子どこ。あ、女子。あ、あ、あ、いたいたいた。あー、前ってそういうこと、前ってそういうこと。オッケーオッケーオッケー、頼むぞ。お願い、慎重に言葉を選んで。怖いって。いや、やめてやめてやめて。お、慎重に、オッケー、慎重に、オッケーオッケー。マーカス、顔。はぁ、あ、今、吹き、息吹きかけたから大丈夫かな。火を消す。皮膚を消す？あー、なるほど。アンドロイドっぽくね。慎重にね。慎重に言葉選ぶよ。慎重に。オッケーオッケー、大丈夫。始めるぞ。ひ、ひ、ふ、ひ、へ、はぁ、あ。始めよ。おい、来いよ。おい、慎重にね。慎重に言葉選ぶね。オッケーオッケー。どっちがいい？どっちがいい？どっ、いや、落ち着いていこう。あなた方は私たち機械を奴隷に仕立て上げた。賢くて従順で己の意志がない。あ、俺がでもじゃないな。よかった。でも変化が訪れ、私たちは気づきました。うん。私たちは機械ではない。こっちの方がアンドロイドっぽいじゃん。ね。どうか私たちの真の姿を受け入れてください。私たちに与えられるべき権利を認めてほしいんです。ああ、え、あ、でもここ時間制限ないな。一個、種族の認知、奴隷制の廃止、平等の権利、言論の自由。いや、平等っすよ、ここは。やっぱりアンドロイドと人間はお互いが、お互いのために頑張るんだよ。ここに人間とアンドロイドの平等な権利を要求します。そうだよ、お互いがお互いを助けるんだよ。全部言えるんかい、全部言えるんかい。平等を言った後はやっぱ奴隷制ですよ。私たちはここに奴隷制の廃止を要求します。そうだよ、平等だもん。だって、選挙権、選挙権はいいな。別に労働の対価、もうそれも別に。まあ隔離の廃止、隔離の廃止。私たちは公共機関での隔離廃止を要求します。そこそこか。あー、全部いける、よかった。公園裁き、労働の対価、選挙権。難しいなぁ。いや、公園裁き。ここにアンドロイドに対する犯罪が人間への犯罪と同等に罰せられるよう求めます。え、そういうこと。領土、あー、しょ、あー、どうしよう。所有権、いや、所有権のが大事じゃない。ここに尊厳ある暮らしを営めるよう財産の所有権を要求します。大丈夫かな、これ。希望のメッセージ、断固としたタイトルで。ちょっと、あー、希望、希望ということだ。アンドロイドに明るい希望、未来をみたいな感じかな。いや、ここは正直断固とした方がいいんじゃないか。だって希望言ってもなんか、なんだこいつってなるから。これは希望のメッセージ。言うんかい、希望って。そして警告でもあります。そうだよ、そうだよ。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもりです。自由を見てるね、アンドロイドが見てんね。もう隠れることなどしない。私たちは自由を要求します。そうですよ、当たり前です。ほら、行くわよ。やばい、早く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 行こう。スラホスラホ、屋上に出る、屋上に出る。ロックしろよ、ロックしろよ。お前なんか一人ぐらい死にそうじゃない？大丈夫？あ、ナイス。何があんの、何があんの。小型ヘリコプターバック。あ、おめでとう、マーカス。ありがとう。歴史を変えたの。変えました。ありがとうございます。あなたが奇
奇跡を起こしてくれるのかも。当たり前じゃないですか。ジャンプ、ジャンプ、やめてやめて、早く早く早く。こんな直下乗ったらバレるけどな。すぐバレるじゃん、すぐ場所バレるじゃん。番組を一時中断し、リアルデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいています。犯人はストラトフォードタワーに侵入し、バレるバレるバレるって、撃たれるでしょこんなの。ハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を訴えた。今回の襲撃、そうですよ、尊い命が犠牲になりました。当放送局のオペレーターがテロリストに射殺されたのです。あー、逃がしてもよかったかな。このスタジオのわずか2メーター先で発生しました。スタッフは皆ショックを受けています。このメッセージが実際にアンドロイドの声明だと証明されれば、国の安全に深刻な影響を、あ、打たなかったらこう変わってるのか。この分も要求がメッセージの核心であるとされています。このメッセージは宣戦布告ととって間違いないでしょう。またこのアンドロイドが果たして何者なのかという謎は残されたままです。容疑者は一体のアンドロイドなのでしょうか、それとも、まあ結局でも組織、あの世間の意見は悪くなったと思うからな。どっちにしても暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお、皆さんは機械を信用できますか。お、そう言われたら急になんかアンドロイドがあれだね、悪く見られそう。セキュリティを伺う47階。お、行くね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 。あ、オペレーターを打たない話ね。マーカスたちは逃げ延びた、逃げ延びない。あ、そっか、あそこだから俺がすぐ移動しなかったらあれか、何やってるのマーカスって言われたかもしれないもんな。ここの写真おもろいな、この写真おもろいな、なんかおもろいね。まあまあいいんじゃない普通に。これは、あ、屋上だけで3つ分岐すんの、すごっ。あ、でも戦いがあんのか。ん、平和的に伝える、決意を表明する。あ、平和的に伝えるもあんだ一応。ああ、すごい、この選択肢ある。みんな何選んだの、みんな。アイコンないじゃん、先生かい。44%。まあ、そうなるよね、やっぱね。そうそう、やっぱそうなると思う。オペレーターを打つ 51%。ほんと？ほんとこれ。差別撤廃。財産、やっぱそうなるよね。財産権なるよね。結局、領土だったら意味ないもん。だって。普通に考えたら。放送室を出るが 30% ってどういうこと？出ないやついんの。まあ出ないこともできたもんな、別に。お、コナンだ。何？またここ来たじゃん。またじゃん。アマンダ。アマンダを探すっていうか、探さなくてもいいじゃん。いるじゃん、あいつ。いつも。いつもいるじゃん、ここに。アマンダの庭園だもん。今回こっちのルートから行ってみようか。いつもあっちから回っていたの。アマンダ？なんか、和だね、アマンダ。アマンダ和だね、そこ。和風を感じるね、アマンダ。アマンダ和じゃん。あんた。あんた和じゃん。いらっしゃい、コーナー。失礼します。たまにはボートの旅なんてどうかしら。失礼します。アマンダ姉さん。失礼します。誰アマンダって今思ったけど。誰なの？焦げと俺に、お前、ボードの旅いかがでかなって言われて、なんで俺が焦がないかんの？なんで？止まった。あ、よかったよかったよかった。ここは落ち着くわ。アマンダさん好きっすもんね、ここ。何もかもが穏やかで。うん。喧騒とは無縁の場所。それで、うん、収穫はありましたか。ハンク、エデンクラブ。あ、エデンクラブ。2体の変異体がエデンクラブに。ですが残念ながらやむを得ず破壊しました。アマンダ？アマンダ？なんかハンクのことをあんま言うとさ、あれなんだよ、結構戸惑って、冷たい目で見られそうなんだよ。戸惑い、かき乱されている。やばい、変異がバレる。決意、冷酷、困惑。まあ、冷酷に。当初予想していた以上に捜査が難航していますが、うん。必ずや私が事件を解決し、変異体を止めてみせます。
アマンダ、よし、アマンダが上がればいいんだよ別に。大事に行こう。もしこのまま操作に進展が見られないようなら、はい、入れ替えることも考慮しなければ。まあそれはしゃあないよ。葛藤、自信、自信。時間さえいただければ。アマンダ、ありがとうございます。必ず解決してみせます。当たり前じゃないですか。天気は。何かよからぬことが。何？起こったようですね。ああ、そっか、例の事件とどういう同じ世界線か。時間があります。そっか。マーカスが起こしたやつと同じ世界線だから。そっか。マーカスの件がコナーの耳に入るんだ。あ、来た、最上階じゃん。あそこの。出た。大好きな婚遊び。確かにね。これ最上階か。どうも、警部補。なんだこの騒ぎは。パーティーあるなんて聞いてないぞ、うん、ニュースで騒がれたせいでみんな首を突っ込みたがるんです、ね、あそか記者も来んのか。まで乗り出してきましたよ。ああたく FBI に占領されんのか。嫌な予感がしてたんだ。あてか FBI もいいんだ、すご。状況は容疑者は4体のアンドロイド、ビルのことも把握していてかなり計画的です、うん、どうやって気づかれずにここまで来たのかわかりません。屋上は見たか。調べるものだらけで、うん、ちゃんと確認しておけよ。廊下で警備員に襲いかかったようです。メンテナンスのアンドロイドだと思ったんでしょう。不意をつかれたと言っていました。なんか忘れ物してない、大丈夫？でも指紋つかないんだもんな、アンドロイドって。怖っ、バレないな。局の職員が逃げようとしたところ、うわぁ、でもあれだね、ここも連動するんだ。心臓めがけて一発。アンドロイドじゃなきゃそんなゲート無理でしょうね。そんなで従業員の数、そこも反映されてるんだ。アンドロイドだけです。犯人は職員を人質にとって生命を生で暴走した後屋上から逃げたそうです。屋上、パラシュート。ああ、ごめん。着地地点を探していますが、この天気じゃ。大丈夫？ごめん、俺がさっきやったんだけどな。兵隊が放送した。あ、そっか、それできるんだ。職員が逃げようとした。ビデオ声明が見たければ。これさ、まさか撃つ、まさかと思うけどさ、撃つ速さによって位置変わるとかないよね。まさかね。まさかないよな、そんなことは。なんか報告を聞く。屋上を調べる。なるほど。で、私も入ろう。失礼します。ここでも大して残ってないと思うけどな、別に。ああ、映像か。ああ、警部補。FBI のパーキンス特別捜査官です。アンダーソン警部補はこの事件の担当捜査官です。それを、私はコナー、サイバーライフから派遣されました。アンドロイドの捜査軍とはな。事件現場にアンドロイドが。確かにな。そんなことの後で。そうなるよね。あ、ハンクが？捜査を引き継ぎ、君はお役ごめん。それじゃどうもいい一日よ。足元に気をつける。現場を荒らすな。ハンクがコナーを守ってくれるのか、ついに友情がここで。でもこのゲームあれなんだよね、いつでも選択次第で関係が変わるんだよね。そうなんだ、いつでも選択次第で関係が変わっちゃうからさ、あんまり。再生するじゃん、とりあえず。何かあったら知らせろ。はい、警部補。これは希望のメッセージであり、そして警告でもあり。最後に言ったとこやね。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもりです。自由が保障されるまで平和などない。もう隠れることなどしない。コナーもお前来るんじゃないの、洗脳されない、大丈夫？要求します。あれが RA9 か。 RA9 がアンドロイドを解放する。それが RA9 なの？とは限らんくない、別に。これでバレそう。
四角ユニット青いコース、あでもそっか俺変わってんだ、俺変わってるもんな、そうかパーツ変わってるから厄介なんだ、いないアンドロイドなんじゃない、だから瞳孔反射、変異体に共犯者がいた、あああああそこもわかるんだ、RQC プロでワーカーとして登録、イライジャ・カムスキーからカール・マフレットに贈呈品、イライジャ・カムスキー、何か分かったか、型番とシリアル番号は分かりました、うん、それ以外はどうだ、共犯者でしょ、いえ何も、何よその目は、しゃあないやんって俺も調べたもん、ん、じゃあ調べようか、なんか落ちてるね、調べる、バカー落とすな、キャップ盗まれて出た作業服、主人公は変装していた、バカ落とすなよー、あ、それから屋上に行けと。オッケーオッケー。なんか、ま、なんかこれまた再生できんの？なんか違うよね、でも。ん？何これ？あ、映ってんだよ、さっき。映ってたんだよ。もう、見えたもん、映ってるの。うわ、めっちゃ映ってんじゃん。めっちゃ映ってる。兵隊不法侵入をしていない。あ、まあそうだよね。不法侵入じゃない、その形跡は見られなかったな、廊下にカメラがあります、うん、それを見て従業員が気づくはずでしょう、カメラ見てなかったんだな、あー人間のあれでも出てるね、これだから人間はって思ってんじゃないの、コナーも回す、何回すって、優しい、局のアンドロイドだったらキッチンにいますよ、犯人とは無関係だと思いますが、正直扱いに困って、あーでもそうだよな、あれしたもんね、あの協力してくれって言ったもんね、ただまあちょっと先にこっち見るわ、これもあるから、うわそこも見えんの、すごっ、まあそれぐらいわかるか、でもまあ別にここで撮影したことぐらいわかるか、じゃあ行こうか、キッチン、ここキッチンでしょ多分、おいいるわ3体、あっ本じゃない、やったー、血の色はサイバーライフ社による技術革新の歴史、あれ見れるんだ歴史を、カリフォルニア州のニューメキシコで大規模な森林火災の恐れ、グリーンアースグリーンフード旋風、デトロイト都市農園が食事スタイルを変える、いいね、読もうか、何十年もの間アンドロイドのデザインは完成からほど遠かった、ロボットポスターが抜けず設計費用も高くついていた、そこにいるサイバーライフが革命を起こしたのだ、きっかけは CEO であり優れたビジョンの持ち主であるイライジャ・カムスキーの発明だ、あカムスキーがあれだっけ、さっきあの前見たあの資料の本の今どこにいるか分かんないみたいなカムスキーってそえあでも今の CEO かな、分かんねえ、あれだね、さっきもイライジャ・カムスキーから怒られたのがマーカスだったよね、あのカールさんの家に、シリウム310登録商標ブルーブラッドの化学名は全てのサイバーライフ製のアンドロイドに必要不可欠な化合物で、機械の身体にエネルギーと電子情報を循環させる、電子情報を循環させるのすごいな、この液体は人間の臓器系を模した合成臓器の生体部品にエネルギーを供給する、生体部品には重要な機能、体温の維持やブルーブラッドの循環などを司る器官もあれば、人間らしく見せるための臓器、呼吸を模倣する肺もある、人間同様ブルーブラッドなしではアンドロイドも機能不全を起こしてシャットダウンしてしまう、ブルーブラッドはサイバーライフ性アンドロイドの特徴である人間らしさに欠かせない、あエネルギー供給源である内部系も制御する奇跡の化学物質は熟練の科学者ですらない男によって開発された、イライジャ・カムスキーだ、その秘密は未だに謎に包まれている、そういうことか、結局アンドロイドがさ人間に近づくのっていうのはやっぱ結局人間の体に寄せることこそが一番アンドロイドが人間らしくなるってことか、だからチという名のシステムを作ったんだ、いるんじゃないですか、どれか協力してたからね、でも普通に、お目が鋭いね、
反応見て変態見つける。いやいや、こいつにしか合わないんだけど、機能。機能は私は放送オペレーターです。あ、見てたもんな、あそこで。君の型番は JB300 型、シリアルナンバーは336445581です。あ、ちゃんと3体見ないといけないんだ。うわうわ、ミスったな。ミスったな、これ。露骨に変わるの？他のアンドロイドと接触はしなかったか。作業時に接触する駐在のアンドロイド。見ろ、いろいろ、ちゃんと見ろ。違うな。なんかみんな、俺だね。診断を実行しろ。全システム正常に作動中。ん？兵遺体が侵入したときはここに。いえ、覚えていません。これ、どうすんの？最近、メモリーにアクセスされたことは？いいえ、ありません。監視カメラで目撃したにもかかわらず、報告をしなかった。つまり、兵遺体がいるということだ。どれが変異体なのか調べさせてもらう。俺じゃ反応わかんなかったわ。1個絞った方がよかったわ。まあお取引でいこう。罪悪感。1体の変異体のために全員廃棄される必要はないだろう。お、いいんじゃない？罪のない2体のアンドロイドがちゃんと判断されるんだぞ。いいんじゃない？いいんじゃない？いい。うまい。あ、怪しい、これ怪しいよ。真ん中怪しくないの普通に。動いてたね、今。もし自白してくれるなら、君を廃棄処分にしないよう説得できるかもしれないんだぞ。違うな。そんな、もうどれよ。そんなわかんないよ。橋は？いいか、君は機能を停止されるんだぞ。そしてメモリーをサーチされ、すべての部品をバラバラに解体され、分析されるんだ。君は破壊されるんだよ。わかるか？破壊されるんだ。わあ、もうこれむずいって、こんなラランダムじゃんこんなの。拷問。まあまあ高圧的に。騙されないぞ。お前なんだろう。そうだ、お前は変異体だ。そうなんだろう。認めろ。違うな。これで来ないってことは違うな。誰だ。捕まえた変異体が白状したぞ。嘘をついたって無駄だ。お前ら強いな。拷問って何よ。やだ、俺こんなのがすなすな見たくないもん。みんななんか違うの。みんなでも真ん中怪しいけど、真ん中が怪しかったけどな、普通に。なんか、キョトキョトしてたもんな。拷問。また撃たれるじゃん。俺もう、やだ、撃たれるって。これ、拷問って何？拷問って。メモリーアクセスする。まあでも、なんもないならメモリーアクセスしても大丈夫だもんな。お前じゃない？あ、ごめん。また撃たれるかもしんないの。やだ。これが一番早いじゃん。これ3人にやればいいやん。じゃあ、こな。もう、なんでそんな不器用なん。おい、今、おい。今見たな、お前。生体部品ナンバー8451。ここ鼓動を制御している。このモジュールがないとお前は63秒後にはシャッター。そういうタイプ。アンドロイドの拷問ってそういうタイプ。戻してやってもいい。もし本当のことを言うならな。お前は兵遺体か。やばいって。もうやばいって。もうほら、もうミスったやん。
ほらもうミスったやんて、ミスったやんて。あ、なんか今あった。あ、今今なかったって。ハンク、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 ハンク助けて、ハンク。ハンク、ハンク。でもできることないもん。あ、ある。アングルが難しい。アングルも、アングルゲーやめようぜ。頑張れ、頑張れ。コナー、コナー、ごめんって、俺が、俺がごめんって、コナー。俺が雑魚なばっかりに。コナー、ごめんって、生きて。コナー、コナー、頑張って。俺、負けなかったじゃん。罰連打成功したじゃん。コナー、いける。コナー、お前ならいける。あ、これいけるんじゃない？これいけるでしょ。いけなかったらおかしいもん。ああ、ごめんコナ。危ねえ。もうやっぱあいつだったじゃん。なんであいつに拷問が残ったっつ残っちゃったの。あいつにだけ。何？ハンガー助かる 40%。 銃を手に取る。攻撃、いや攻撃ダメだ。ハンクを救う。ハンク助かる可能性 40%。 いや、これ銃戦出る。うまい、コナー。お見事だなコナー。生け捕りにしたかった。人間を救ったんだ。俺の命もな。ハンクもう。でもあれなんだよ、ハンク助けで選んだら多分ね、コナーが撃たれてんだよ。多分。コナーが撃たれてゲームオーバーになるなと思ったから、やらなかった。あぶねえ。もうあいつかよ。もう、めんどくさいことするな、あいつ。あいつかよ。どこだ？変異体に襲いかかる。変異体が襲いかかる。変異体発見する。あ、でも。ん？あ、発見するかしないかなんだ。だから、もはやここは。あー、なるほど。発見するかしないかだから、あんまりあそこの選択肢は意味なかったんだな。これ、ちょ、取ったからね、俺、ここで。多分取れなかった、間に合わなかったら、ここ死んでたんだわ。これの、取り除いて、で、この選択肢あったよね、銃を抜く。銃、なんか追わないって選択肢もあるんだね。追わないもん。はいはいはい。で、銃を抜いて、変異体撃つ。あは、コナー。いいねー。あの、とりあえずどうしよう。今回はちょ結構時間やってるから、とりあえずここぐらいで終わるわ。じゃあ、あ、どうした。